みなさんこんばんは。太陽チャンネルでーす。はい、太陽チャンネルでーす。ということで。今日はね。はい。お父さんが足を怪我しちゃったので、はい、初プレイです。初プレイ。何のプレイだよ。え？はい、ということで、今日はこちら。じゃじゃーん。じゃじゃーん。2016年5月発売のトミカを開封したいと思います。はーい。一つ目、はい、一つ目はスズキのキャリー。二つ目ハトバス。三つ目、はい、三つ目はハトバスの初回特別仕様になってます。それでは今日はこちらの三つを開封したいと思います。じゃあどれからいく？どれからいく？ハトバス。はい、ハトバスの通常版ね。通常版。じゃじゃん。お、でかい。あ、オープンバスって言うんかな、これ。なんて言うんかな。ねえ。上が開いてる。これ、下にもあるんだ。そう、2階建てになってるね。これ、開かね。開かね？開かないやつじゃない。シールがついてますね。はい、一つ目のハトバスはこちらになります。はい、こんな感じですね。はい、後ろと、で、横。かわいいね。で、上が開いてますね。こんな感じ。じゃあ、シール貼ってみましょうね。で、コトン。じゃあ、お父さんがシール貼ってる間に、初回特別仕様を開けてみて。はい。はい。甘さ、シール貼る。どっ？よっしゃ、ドリフト来い。おう、はい、シールを貼るとこんな感じですね。後ろが劇的に変わりましたね。あとは前のサイドの部分ですね。はい、こんな感じ。はい、初回特別仕様はこちらになります。上がオープンになってないですね。なんかこっちが初回特別仕様な感じがします。じゃあこちらもシールを貼りたいと思います。はい、シールを貼るとこんな感じですね。通常版とシールは一緒で、唯一こちらの、上につけるのがプラス1枚になってます。はい、並べるとこんな感じ。3つ目あります。どんな感じになったのかな。何、うん、だったっけ。キャリー、キャリーだったっけ。キャリー、え、キャリーキャリー。え、もしかしてそれシール。マジか。え、これどこどこ貼るの。どこ。あ、コンテナ。ここの箱みたいだ。そう。うわ、奪った。あ、お好きなシールを貼ってくださいか。だよ。八百屋さんか、魚屋さん、どっちがいい？太陽は、美味しそうなやつ。美味しそう。太陽、エビ。エビ？あ、じゃあ、お魚屋さん。こっちにしようね。貼ってください。貼るとこんな感じ。で、魚屋さんだから、あとお魚。はい。お魚。好きなところに貼っていいんだって。いや、焼き芋。焼き芋。はい、ラスト。お魚。魚。浮いてる。はい。ちょっと、ま、真ん前に。わかりやすい。わかりやすいけど。はい、こんな感じですね。はい。自由にシールが貼れて楽しいですよね。あ、ちょっと待ってくださいね。終わろうと思ったんですけど、はい、以前発売されたハトバス。これ前からあるやつですね。はい、こんな感じですね。あ、色が若干違いますね。はい、こんな感じ。はい、ということで今回は2016年5月発売のトミカを開封してみました。非常に、終われねえよ。非常になんか可愛さとなんかかっこよさが両立したトミカになってますんで、ぜひぜひ気になった方は買ってみてください。あ、最後に下の概要欄に Amazon のリンクを貼ってきますので、貼っておきます。気になった方はぜひぜひそちらをチェックしてください。っていうことで今日の太陽チャンネルはここまで。バイバイ。これおすすめです。高いのでね。ね。